皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。あら、そうだね。え、花火大会？行ってないの？せっかくね。オープニング入りました。事情を知らない転校生がぐいぐい来るの、5話ですね。あら、相当ショックだったのかな、高田くん。傷つけてしまったことがショックだったよね、きっとね。それともあれかな、お互いなんかこう、連絡取りにくくなっちゃったというか、なんかちょっと気まずくなっちゃった感じかな。無意識にというかね、会わないようにしてる感じなのかな、高田くんも。どんな顔して西村さんに会ったらいいかわかんないとか、そういう感じなのかね。なんかオープニングだとね、この冬のね、みんなで遊んでる様子もあるから、今なんか夏だったよね。こう一年巡ってくかな、巡ってく感じかな？ごめんなさい。相変わらずカミカミです。オープニング終わりました。第5話死神って呼んで。まだ夏休みかな？明けたのかな？お休み。セミは鳴いてるけど。あ、でも、ランドセル背負ってないからまだ、学校始まってないか。あ、近くに来ちゃった？無意識に？考えてたんだろうね。おお。出会ってしまった。そうだね。話をした方がいいね。珍しいね。西村さんから。いや、そんなことないよ。それでいいと思う。
やっぱ気にしてるよね。自分、そうだね。まあそうでしょう。やっぱり見た目か。高田くんは違ったよね、ちょっとね。お母さんが？いや、ちゃんと伝えるって大事だよね。こうやって。そうだね。喜んでくれるよね。お母さんだったら。今まで通りね。なんか、死神って言葉に特別な意味ができたんだよね。かっこいいあだ名っていう、高田くんが言ってくれるのはね、こうね、なんて言ったらいいのかわかんないけど。今回積極的だよね。よかったの。え？あ、帰ってきちゃったの？みんなですれば？あ、そういう、そっかそっか そういう目的か。どうなんだ、それは。いや、日野くんがこういう性格でよかったよ。夏祭りってあったよね。あ、やっぱそれは終わってなかったんだ。よかったね。花火大会はいけなかったけど。
でも子供たちだけで花火は危ないか。さっき花火やるって言ってたけど。日野くんは食べ物ばっかり見てんね。食いしん坊キャラだな、君は。死神のお面かな。あー、ダークマターとかね。そういうの好きそうだね、高田くんね。仲良し。いや、これもいい思い出だよね、きっとね。うん、私もだよって？そうだよね。お互いにね。花火するんだ。でもなかなか小学生だけで花火ってやってないよね。親が許さないというか、火使うからね。信頼されてるのかしら、高田くん。お姉ちゃん何も言わなかったんだなって。B パートですね。黙って持ってったのかな、チャッカマンとか。なんだ？ああ、お祭りの？ 120 円のね。ああ、あげようと思ったんだ。指輪を。120円。ああ、また来たね。おー、拾ってた。なんだそれ、ジャイアンか君は。そういう問題なんだ。そんな、おもちゃの指輪じゃ、変換が？あ、そっちダークマターだね。あら、今は子供だから。それは、大人になったらちゃんとしたのあげるよってこと？このイチャイチャをずっと見てるんだね。あの子たち。小学生にして指輪をもらうなんて。今はまだ子供だから、なんかすごい意味深だよね、その言葉。そうだよね。わ かんないよね、クロちゃんね。ね、夢？なんだ？どういうこと？ね、何がしたかったの？
大爆笑させたかったの？何よ？微笑まれたいのね。またキラーワードが。にやけるよな。違う意味で笑っちゃうよね。口がにやけるという意味で。追い打ちをかけてくのね。へえ。西村さんを撮りたいの。なんか高田くんのかっこいいの基準がね、ちょっとわかんないんだよね。褒められてるんだけどね。なんかね、恥ずかしいよな。タンクトップって言うんじゃないの？だよね。ですよね。なんでそんな寝てんの、日野くん。夏休みボケ？お、覚醒したな。いや、写真だからね。ちょっとボケちゃってんじゃん。タンクトップ、タンクトップ。そればっかりか。あ、疲れちゃった。楽しそうだね。あ、でもここら辺も結構田んぼ広がってたりするんだね。ぼやけてる。ストレートだよねー。
そうだね。出た。ビヨン。あ、ここでコンクールか。ああ、いいね。銀賞取ったんだね。よかったじゃん。仲良さそう。エンディング入りました。3人でってのがいいね、またね。これでも本当、どうやって笠原さんとも仲良くなるのかな。この前ちょっとね、前の前だったっけ、なんか猫ちゃんにね、ちょっとね、興味示して、仲良くなるかなーみたいな、ちょっとね、兆しはあったんだけどね。あれがね、3人だったのがどんどん増えてったらね、いいんだけどね。お友達がね。そうだね。そしたら女の子のお友達もできるもんね。なんかメガネの女の子もいたしね。結構夏休みパート結構あれですね。じっくりやるよね。もう次回あたり夏休み終わるかな。お、Cパートですね。お互いにね。あ、お姉ちゃんだ。久しぶり。モロバレだ。わかりやすいだろうね。死神天使。なんか、またいろんな変換が。あ、言うんだ。お姉ちゃん、そのワード教えちゃったのね。マジ天使。席替えとクラス委員と新しい友達。おー、これはもしかして笠原さんかな。はい、事情を知らない転校生がぐいぐい来るの5話ですね。見終わりました。いやー、5話はすごかったですね。なんかいろいろてんこ盛りでしたね。内容がギュッて詰まってましたね。なんか前半は高田くんとちゃんと話をして、まあ、高田くんがいつも通りに戻ってくれて、で、夏祭り、花火を3人でして、まあ、指輪のこともあって、まあ、あとなんか笑顔を見たいみたいな、大爆笑してるのを見たいみたいな話とか、あと写真コンクールがあって、そして最後ね、マジ天使と。いや、盛りだくさんですね。なんか全部拾って話をしようとするとすんごいボリュームになっちゃうので、ちょっとかいつまんでというかね。まあ、印象的なところだけ話すんですけど。いや、まず前半ね、高田くんとちゃんとお話できてよかったですよね。いや、なんか西村さんがこう、なんていうのかな、意外と強くてさ、
なんか前回の話でも全然気にしてないよみたいな感じだったので、あ、なんかきっとそこは受け入れてる部分とかもあるのかなと思ってたら、ちゃんとお父さんにねそういう話をされてたんですね。お父さんもお母さんも茜が生まれてきて嬉しかったんだよって、生まれてきてくれてありがとうみたいな感じでそういう話はしてたんですね。いや、なんかさ、ちゃんと伝えるって大事なんだなって思わせてくれるお話でしたね、今回ね。なんかお父さんから子供に話すのもそうだし、西村さんから高田くんにね、死神って今まで通り呼んでっていうところの話もね、そうでしたよね。いや、なんかすごいその流れが良かったですね。ちゃんと、その説明してる内容というかね。ちゃんと、お父さんがに、あかねちゃんに話してくれたから、彼女もね、別に自分が悪いわけじゃなくてとかさ、そういう風に思えてたってことですよね。お母さんは、高田くんっていう友達ができたのをきっと喜んでくれるからって言ってましたよね。いやー、よかったね、ここのシーンね。なんか、あかねちゃんにとってさ、死神って言葉はさ、なんか、なんだ、クラスメートの子たちが言ってる死神じゃなくて、高田くんが言う死神って言葉には特別な意味ができたんだろうね。高田くんが言うかっこいいあだ名っていうね。高田くんがこう、つけてくれたわけじゃないけど、彼が言う死神っていうのはまた違うんだよね。クラスメートの人たちが言う死神とはね。意味合いがちょっと違うというかさ。そのかっこいいあだ名で、今まで通り自分を呼んでっていうのがさ、すごい本当良かったですね。ちょっとじわーっときちゃった。なんか本当かっこよかったね。あかねちゃんね。絶対惚れ直しましたよね。高田くんね。本当、西村さんが。西村さんって言ったり、あかねちゃんって言ったりしてるけど。まあ、ね。すごい強い子だなーって。ちゃんと家族の絆ができてるからなんだろうね。そこをぶれないのはね。で、やっと高田くんもね、元の調子に戻ってくれて、また結構ね、西村さん可愛い可愛い攻撃というか、またグイグイが始まりましたよね。いや、でもなんか夏祭り花火ってさ、なんか3人で過ごせてよかったですよね。日野くんも入れてね。写真コンクールもね、日野くんと一緒に、三人で結構写真撮ったりとかしてましたけど、なんか日野くんもああいう性格でよかったよね。マイペースというかさ、置いていかれてても気にしないでこう綿飴買ったりとかしててなんか彼の性格もすごい好きですね。そしてさ、ちょっと話は戻るけど、指輪のところとかもね、よかったね。なんかほんとさ、ちょくちょくこうキラーワード飛ばしてくるよね、高田くんね。なんか今はまだ子供だからおもちゃの指輪しか渡せないけどみたいなこと言うけどさ、今はまだ子供だから、ということは、大人になったらちゃんと渡すからみたいなとこさ、なんかいろいろこう悶々と考えちゃいましたね。どういうつもりなんだろうみたいなちゃんと渡すつもりなのかしらこの子みたいななんかいろいろ妄想が膨らんじゃいました。いや、でも写真コンクールもね、ほんと二人で写真撮ってるやつじゃなくて、日野くんも混じって三人だったのも良かったし、銀賞も取れてたしね。なんかこういういい思い出になるよね、夏の間のね。そして最後のお姉ちゃんのマジ天使もね、そのワード教えちゃうんだじゃないけど、死神に天使までプラスされちゃってどんどんなんか西村さんがね、レアな存在になっていくというか、希少な存在になっていくよね彼の中で。いや、なんかもっともっとね、お姉ちゃんもいいキャラしてるので出てほしいですよね。でも次はなんか新しい友達ってタイトルにあるから、まさか笠原さんかな、それかなんかメガネの女の子かな。クラス委員を二人でしようってなるとか、なんかいろいろ次回も楽しみですね。ということで、事情を知らない転校生がぐいぐい来るの5話、ご視聴ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。